D51 型蒸気機関車。有名なのは498号機と200号機だろう。今回は498号機復活35周年を記念して、498号機の歴史に触れてみよう。時は1940年昭和15年11月24日日曜日。兵庫県神戸市にあった鉄道省、高取工場で、今回の主役、D51 型蒸気機関車498号機が製造された。貨物列車牽引機として製造されたが、たまに客車を牽引することもあった。この機関車が引退するまでの所属機関区を見てみよう。498号機は高取工場落成後に高取から近い、岡山県岡山機関区に配属された。1951年昭和26年8月に、終焉装置なしのデゴ1で有名な大阪府吹田市の吹田機関区に所属。次の所属からこのデゴ1は東日本に大きく移転した。1953年昭和28年12月には特急ユーズル号を牽引した C62 型で有名な福島県平機関区に所属。ここでは銀河鉄道39で登場した C62 型48号機や、現在、京都鉄道博物館で胴体保存されている8620型、8630号機と共に所属していた時期もあった。この当時、498号機の前輪は郡山工場で C58 型103号機のものに交換された。その後、1963年昭和38年に新潟県、長岡第一機関区、1965年昭和40年は直江津機関区での貸渡しがあった。そして498号機は、また運命的な出会いを果たした。それは1966年昭和41年に新潟県新津機関区に所属された時のこと。なんと、SL 磐越物語号でおなじみの C57 型180号機と、SL 山口号でおなじみの C57 型1号機と、同時に所属していた時期があった。そして498号機は、次の機関区へ移るべく2機に別れを告げ、1972年昭和47年498号機の最後の正式的な所属となる機関区、新潟県坂町機関区に所属された。この年の10月、498号機は高崎第一機関区に貸渡され、八高線で鉄道開業100周年記念のイベント列車を牽引した。八高線で大役を務めた498号機は、坂町機関区表示のままで、32年間の活躍に幕を下ろした。498号機は12月1日で車籍抹消とされたが、上越線の五感駅の駅前に保存されることが決定され、解体されることはなく、大切に保存された。498号機が五感駅に保存されること16年、この年は1988年昭和63年、国鉄は JR と名を変え、その1年が経ったある日のことだった。日本ではオリエント急行を使用した、日立オリエントエクスプレス88が運転されていた。この企画は JR が企画したものではなく、フジテレビが企画したものだった。88年にフジテレビは開局30周年を迎えた。これはフジテレビの沼田敦義氏が提案したものだった。沼田氏は82年にオリエント急行殺人事件を制作し、30周年でオリエント急行を日本で走らせたいという情熱的な思いがあった。しかし沼田氏の考えは、社内では笑い物にされてしまった。ところが、これを聞いた当時 JR 東日本の副社長の山内周一郎氏が、なかなか面白い、と発言し、日本でのオリエント急行の運転が実現された。列車名は、日立オリエントエクスプレス88。1988年9月7日、オリエントエクスプレス東京駅はパリリヨン駅を出発した。この時の牽引機はなんと蒸気機関車で、パリから東京に至るまでは一部の国の区間でその国オリジナルの蒸気機関車がオリエント急行を牽引した。ここで山内氏は、日本では D51 型が牽引するでしょうと発言した。その機関車が選ばれたのが、D51 型498号機だった。オリエント急行上陸半年前の3月、当時五感駅に保存されていた498号機は、DD51 型ディーゼル機関車に牽引され、一旦高崎機関区に入区した。そして6月、埼玉県大宮工場に入場し、およそ5ヶ月間にもわたる大修繕が行われた。なんとこの修繕費用は、1億1000万円を超えた額だった。そして11月、498号機のボイラーに、16年ぶりの火が入れられた。
一方その頃、オリエント急行は9月17日に日本に上陸し早3ヶ月。12月23日、オリエント急行は日本で最後のツアーが行われた。その最後のツアーである、上野駅から大宮駅のわずかな距離で、D51 型498号機連結 EF58 型61号機牽引のオリエント急行が出発した。498号機の復活一番列車は、なんとフランスから来て、ギネスブックにも載る超豪華寝台列車、日立オリエントエクスプレス88だったのだ。日立オリエントエクスプレス88のイベントは大成功。翌年1989年に、オリエント急行の客車はフランスへと帰っていった。その後、498号機は高崎機関区所属車両となり、群馬県の JR 鉄道をはじめ、東日本各地のイベント列車として運転された。498号機は、形や色を徐々に変えて行き多くのファンを魅了した。1988年から1992年までは赤くストーン。1993年から1996年までは形式入りナンバープレート。1997年より今まで、国鉄現役時代に近い形になったり、スノープラウが設置されたり、たまには五島工場式終焉装置を取り付けていたりした。498号機は、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、栃木、千葉、埼玉、東京、群馬、新潟、山梨、そしてウプ主が住む長野県まで運転されてきた。新潟県のイベント列車では、国鉄時代に新津機関区にいた C57 型180号機と再会することもできた。498号機はこの他に C58 型363号機とも10連して走り、多くの人を魅了した。しかし、498号機が復活運転についてから、悲しいことがいくつか起きた。1995年平成7年1月17日、阪神淡路大震災が発生した。この地震により、498号機が生まれた高取工場が大きな打撃を受けた。大地震により、修理を受けていた車両が脱線転覆、破損してしまった。高取工場は工場としての機能を、地震により失ってしまった。地震が起きた当日は、C57 型1号機が、修理されていた日でもあり、修復不可能な状態までに破損してしまっていた。しかし、工場は、地震の影響を受けたのにもかかわらず、1号機を走行状態までに修理し上げたのだ。高取工場は、最後の最後まで、車両を良い状態までに修理することができたのだ。高取工場は、地震から5年後の、2000年平成12年をもって、100年の歴史に幕を閉じた。498号機の生まれた工場が、見ることができないのは非常に心が痛む思いだ。さらに2008年平成20年、SL 湯煙号として運転しようとした498号機が、火入れの際に、ボイラーの空だき事故を起こしてしまった。498号機は運転不可能となってしまった。498号機はしばらく運転に復帰できなかった。そこで JR は予備機となる機関車を復活させる計画を立てた。その機関車とは、D51 型の後輩にあたる、C61 型20号機が該当された。20号機は当時、群馬県伊勢崎市化粧寺遊園地に保存されていた。JR はこの SL を、498号機の予備機として、2011年平成23年に車籍を復活させた。498号機と同じ、高崎機関区所属車両とさせた。498号機が修理された後も、20号機は残り、10連運転をすることもあった。もし498号機が故障していなければ、後輩である20号機は復活しなかったかもしれない。というのは、皮肉が過ぎてしまった。話が C61 型20号機に逸れてしまったが、498号機に関する重要な出来事である。D51 型498号機についての歴史、いかがだっただろうか。この機関車の歴史を振り返ると、相当な奇跡を体験している。数々の名機との出会い、ギネスブックに載る列車を牽引、数々のイベント列車の牽引で地元の人から愛され、そしてまた、名機たちとの再会、あまり口にされていない、隠れ名場面がこれほどあったのだ。1988年の復活から35周年。様々なドラマを生み出してきた D51 型498号機。復活35周年、おめでとう。